はい、月刊です。月刊です。はい、まあ、いつものごとく、はい、週刊文春、これ結構今日大事な記事が、ねね、出てるんですけど、はい、はい、はい、このね、これもそうでしょ、そちらもね、もう毎週のように。そして、はい、これです。はい、万博強行の裏に、吉本のドンが少子に、万博何が悪いんや、維新&吉本蜜月41億円発注したっていうんですけどね、はい、こういうような形で、まあ、ここにも細かくはありますけども、さあ、それともう一つね、こっち、はい、小渕優子さんドリル事件、はい、ね、これ何があるかっていうと、うん、姫の嘆き、茂木さんは自分のことだけ、あ、うん、なんかタイトル見ただけで、ね、流れが分かる気がしますね。あの、はいはい、これもそうですね、うん、つまり、皆さん前ちょっとね、高清水さんとこの話をした時、はい、松本人志さんの問題がこれだけ文春が取り上げてね、毎週毎週ずっとった、はい、これなんか単に個人の問題じゃないんじゃないかと、社長おっしゃってましたね、吉本っていうものかなんじゃないかと、やっぱりついにこれ出始めましたね。確かにそうですね、万博のね問題で、これ、はい、41億円とかね、やっぱり実際蜜月なんですよ、はい、でつまり情報宣伝機関としての吉本興業に対して冷水を浴びせてる、脅しをかけてるんですから、てめえらいい加減にしろよという。今自民党の安倍派とかも、もう、ね、政治家たちもやりましたでしょ、はい、お前ら、まあ、もちろんこのね、この維新というのは菅さんというアメリカのね、あの手先みたいな人がやってる、竹中平蔵とかやってるけども、自分たちで独自で暴走し始めてる。つまりこういう機関持って、皆さん、あの、吉本興業っていうのは、はい、各民放テレビ局のほとんど全部株持ってますよ。株主ですね。株主なんですよ、はい、でこういうような情報機関として巨大化して、はい、ね、政治を、だから維新というものを独自でコントロールされ、アメリカのコントロールじゃない形で、こういう形で動き始めてる、はい、でやってる議員たちは本当にはっきり言ってとんでもない連中ばっかりなんだけど、ただこういうバックにいる人たちが、こういう形で菅さんにしろ何にしろ竹中さんにしろ、そういうバックにいる人たちがこういうのを作ってきたんですね。でそういう形で、あの、いわゆる、まあ、総務省の衛星放送化とか、放送事業のこういうものに対して強い力を持ってる、こういう中で維新は大阪の民放のキー局たちみんな入り込んでる、吉村知事なんて本当に毎回どっか出てるみたいなね、お前知事の仕事やってるのかっていうぐらいの感じでやってる。でそういう中で、ここの文春というのはいつも言いますけども、アメリカのまあ、CIA というかね、情報機関の一つのプロパガンダ雑誌と見た方がいい、ここを見てるとよく日本をどうしたいか、つまりメインでのし上がってくるようなところはみんな潰すというね、で少なくとも脅す、いうことを聞かせる、だから吉本興業とそれに対してもいろんな、これから不正な経理とか何とかっていうことでやることができるわけですよ。そうですね。で松本人志さんのね、はい、まあ、これもとんでもない情けない男だけど、まあ、バカな男はこんなにいるんですよというね、はっきり言う芸人でも、でこういうようなことをことさら持ち上げてね、クローズアップしてますね。もう半年前や1年前や何年前の女が出てきてね、はい、ひどい目に遭いましたって、なんでその時言わないんだって普通ね、はい、まあ、こんなこと言ったらその女性がかわいそうだって言われるんだけども、はい、こういう形で文春が取り上げてるっていうのは、松本人志という芸人を潰すんじゃないんですよ、吉本興業に対してトップのやつをこういう形でね、はい、貶めることによって、あの、言うこと聞かせる、コントロールを自分の聞かせるっていうね、独自のオリジナリティのある日本独自の芸能会社じゃダメなんです、これ。そういうことなんですね。だから今、昔は芸能者っていうのは、公務芸能者って山口組のね、はい、あの、こういうのは、あの、美空ひばりとかいろんなこう、うん、芸能っていうのも関係してた、相撲とか大相撲とかでも肝心元みたいな形でやってた、はい、これ日本的なこういうの、うん、いい悪いじゃないですよ、まあ、実は、うん、でもこういう日本的なそういう人たちが、こういう芸能やいろんな部門のところを取り仕切ってるっていうものを全部今、うん、ここアメリカ方式、グローバリズム方式、はい、つまり IR の、
ね、大阪の IR も MGM ってのが入ってくるでしょ、はい、サンシティグループとか、だからつまり欧米型グローバリズムエンターテインメント事業にコントロールしようとしてる、はい、吉本というふうに考えた方が、こういうこの文春は本当に分かりやすい。そうですね、こうちゃんと分析する力があればそういうことも言えるんですよ。あ、じゃあ日本的なものを潰して都合のいい方向に持っていこうっていうのが根底にある。まあ、あのいわゆるグローバリズムのね、エンターテインメントというのはユダヤ資本が多いわけですよ、はい、ハリウッドもそうですし ね、 でこういうようなことがなって、これは吉本もその参加になっていくって、それでそこを吸い上げていくっていうね、こういうような形で支配を今全面的に日本におけるこの、まあ、私は吉本興業のね、吉本の、はい、吉本新喜劇っていうのは好きなんですけどね、こういったものも全部含めて支配構造の中に入れていく、儲けの構造の中に入れていくっていう、そういう今日本が植民地化されて、何でもかんでもそうなってますね。なってくっていうことを、あの、まあ、ちょっと理解したらどうかな。文化芸能も政治も経済も全部なんか取り込まれていく、もう恐ろしいですね。そうです、怖いですね。怖いんですよ。だけどね、高清水さんも私も絶対に諦めない、はいはい、諦めないです、はい、日本は諦めない。こういう意味で言うと、うん、こういう形でね、暴力やお金やね、いろんなものでこうやって、あの、支配を受けようとしますが、必ず日本人はね、これは、うん、あの、ね、心の中で自分を信じることでもあるし、祖先を信じることで、はい、我々は決してこんなものをそのままね、うん、あの、時間はかかるかもだけど容認しない、はい、あの、必ず日本人は立ち上がってね、はい、独自の本来の我々の在り方、うん、もう一回取り戻していくっていうことがあると思いますけど、あると思いますよ、はい、だってもう先祖からずっと引き継いでいる DNA、はい、私たち持ってるわけですからね、はいはい、遺伝子持ってるわけですから、はい、それ発揮させましょうよ、はいはい、日本を諦めないっていうことで、こういうのもちょっとこういう形で分析してみてください、はいはい、今日は以上です、はい、以上です。